昨日閉幕した浜名湖花博2024で、実行委員会は期間中におよそ100万6000人が来場したと発表しました。浜名湖花博2024は浜名湖ガーデンパークと浜松フラワーパークでおよそ2ヶ月半にわたり開かれました。実行委員会の発表によりますと、来場者数は2つの会場を合わせて100万6586人に上ったということです。開幕当初の目標は95万人で、目標を上回る結果となりました。閉幕式で浜松市の中野雄介市長は、およそ110人のボランティアスタッフに感謝を述べ、10年後に再び花博を開催したいと意欲を示しました。お花はどうでした？綺麗だった。いろんな種類のお花が見えて、すごいいい思い出になりました。